もしもし、110番ですか。元町の電車の車庫に人間のマグロが転がってるよ。もしもし、もしもし、もしもし。いいか、3分だ。超は3分。パトカーは3分で来る。いいな。確かに三中地にはこの向こうへ出られるはずじゃなかったのかい。際どいことするぜ。ここをぐっさりやられる可能性だってあったんだぜ。命は大事にするもんだい。色男がもったいねえ。待ってる女はいないのかい。ねえ、このまま旅行に行かない？ミサはどうすんだ？構わないわよ、二日やそこら。女の子やバーテンに任せといたって。何がジングルベル、何がクリスマス。そう荒れんなよ。荒れたっていいでしょ。あんたに送ってもらうのもうすぐ終わりなんだから。なんで？いつまでとぼける気？あんた専務さんのお嬢さんと婚約したんだって。誰から聞いた？誰だっていいわよ。散々人に貢がせといて、御用が済めば来いか。俺と結婚するつもりだったのかい。そんな約束じゃなかったはずだ。貢いでくれとも頼まなかったよ。そう、そうだったわね。でもこんだけ深くなったんだから手切れ金がいただくわよ。どうせ私は生きずりの女だったんだよね。おいよせよ。37歳、娘の方は7歳か。ええ、両方ともたった今息を引き取りました。
親父は水道町2丁目で床屋をやってたそうです。あの若さで未亡人か、ひでえもんだ。こんなことしてくれたな。部長からのことづてなんだけどね、辞表か決心がついてると思うが、日付は1週間前にしてくれた。何しろね、宣伝売り出し中の新車で社員の君が事故を起こしたんじゃ3000万の宣伝費がパーだってんだよ。それね、君の退職金と保険金、君と同乗してた例のなんとかいうバーの女を押さえていたよ。治療費と手切れ金をいただきたいって社員と怒鳴り込んできてね。君にそんな隠し女がいることが分かって専務もカンカンだよ。まあ、信子さんとの婚約は諦めるんだな。じゃあな、まあ気を落とすだよ。業界紙と新聞社は押さえなくちゃならないからな。あ、終わりましたか。鑑識の車が来ましたから死体を回してくれませんか。死体？死体とは何だ、死体とは。この人はね、私の主人よ。この子はね、私の子供なんだよ。すいません、奥さんの気持ちは分かります。私が何をなくしたか分からんもんか。奥さん、落ち着いてください。落ち着いて。落ち着け。落ち着け。一体とは高い。奥さん、あんたは一体何してたんだよ。え、交通の入ってるのかかした事故を防ぐのが商売じゃないか。しよう、二人殺したのはあんただ。あんたが殺したんだ。私まで殺しちまったんだ。おい、よせ、奥さん俺だ。勘弁してください。あの女の顔も忘れられない。賠償金払えねえで大金食らってご苦労なこった。身寄りはなかったのかい。うん、俺の親父は下級管理だな。一生薄汚い役所勤めよ。人の顔色見見しながら言いたいことも言えねえで死んじまった。かわいそうに親父は安月給の中から俺に学習をつぎ込んだ。自分が果たせなかった夢を俺に託したんだな。一階のセールスマンが専務のレジを口説き落とすまでの苦労は語るも涙だ。随分人を踏みつけたこともやってのけてだ。大切なものをなくしたのはあの女ばかりじゃねえ、俺だって。なあ、おいだ、ここを出てからどっか行く当てがあるのか。人を二人殺したんだ、おまけに死に目だ。前科の履歴書振り回してどこ行けるんだい。俺の話に乗らんか。無所の門から先は俺がレール敷いてやる。もう一度走り出してみねえか。俺に何をやらせるつもりだい。どう、質問は禁物だ。俺が欲しいのは黙ってレールに乗るか乗らねえか、その返事だけだ。やる気になったら明日出所したその足で秋葉町の追い分けっていう民謡酒場行ってみな。歌子って女がいる。なおいだ、人生賭けだ。俺がお前に目をつけたのも賭け。お前が歌子に会いに行くか行かないかはお前の賭けだ。忘れるな、秋葉町の歌子だぞ。
巻き上げられたんじゃたまんないからね。そうだよね。あんたたち、おトイレ行った時用心しない。いや、ダメじゃん。かわいそうに。ほら、腹いっぱい食べな。お言い訳の歌子さんだね。両学園だな。俺にも親切にしてくれないか。店もあんな店、私今ご休憩中なんだ。そいつはすまなかったね。別荘入りの男のことでも考えてるのかい。あんた誰よ。戦国の友達だ。証拠は。いいわね。あの人元気？歌子、歌子。ここじゃ話ができないわ。あんた、刑務所っていいね。絶対脇のできないとこだもんね。あんた、仙国がこれ渡した男だから信用してもいいだろうけどさ。裏切らないだろうね。20万あるわ、今度の足代よ。これでどうするんだ。あんたがこれから訪ねていくやつの住所と名前よ。元木、梅谷、冬島、この3人を連れてくるのかい。消すのよ。報酬は1500万、一人500万ってわけよ。この3人何者なんだ。質問は禁物。戦国にも言われたはずよ。こいつらが片付けば戦国も私もあんたもみんな幸せになれるわ。いい？人間なんてみんな死刑囚さん。いつかは死ぬわ。あんた元木さんだね。それ、おめえさん。ちょっと話したいことがあるんだ。俺に何の用だい。あんた戦国知ってるだろ。戦国。おめえさん、奴とどこで知り合った。無所の中ですよ。そうか、戦国の第一校か。男やすね。で、やだ、元気か。元気だ。大層な張り切り方だぜ。そうか、戦国の使いか。俺はまた。で、やだ、無所の中でどんな塩梅だ。え、やだ、ここはいいもんな。どうせうまくやってやんだろうな。で、なんかことづけか。シャバへ出る日取りが決まったんだ。あと7日だろう。そうだ。
そんなことか。バカ野郎、その日俺たちは死ぬ苦しみで待ってたんだ。まあいいやな、一杯やりながらこっちの様子もそっちの様子も話そうじゃないか。え、そうか、戦国のやつ付け合い本箱なんか作ってやるのか。あの野郎か。あの悪党はか。本木さん、ご機嫌だね。 あの七日もたちゃな、こんなものは鼻っかみだ。そん時はこの店会計で騒いだからな。なあ、おいでさんよ。あ、戦国のやつ、なんか金の話してなかったか。いや、そうだろうな、まさかおめえさんに話すわけはねえやな。本木さんよ、何かとてつもなくいい話のようじゃないか。一口直せないか。おい、この話はこれ以上聞いちゃいけねえよ。おめえさんには関係ねえことだ。おい、おい、サンフランシスコ、ロサンゼルス、オーレンジ、まあ、おいださんよ、全く人間の運命ってのはおかしなもんだな。ひょんなはずみで追う人間にもなりゃ、追われる人間にもなる。俺がもっとデカだったって言ったら、あんた本気にするか。え、おめえさんが無所の匂いをプンプンさせるんだよ。昔のことを思い出しちまった。俺が21に、あの頃の俺は新進気鋭のデカだった。バカ、電話なんかかけるなって言ったのに、俺に恥をかかせる気か。あんた知ってるの？あの人出てくるのよ、出所通知が来たの。知ってたのね。どうするの？決まってるじゃないか。亭主が出てくりゃ別れる約束だ。あんた、よしよ、しょうが近いんだ。帰れ、帰ってくれよ。あんた今さら。もうこれで終わりだ。俺の方は決心がついてる。ざまねえやな。え？デカと星の女とできちまったんだい。旗が承知しねえやな。とうとう手に手を取って道行きだ。それが俺の苦労の始まりだ。アップアップの始まりだ。まったくよ。よくまあここまで生きてこられたもんだよ。てめえでてめえに感じた。あ、大切なもん忘れてきしまった。おい、何忘れたの？あんな、さっきのお出会いにな、紙包みと弁当箱を忘れてきしまったんだよ。おい、それじゃな、俺が持ってきてやるよ。そうか、すまねえな、すっかり足取られちまったよ。おい、しっかりしろ。その代わりな、俺が帰ってくるまでここでじっとしてるんだろ。分かったな。つまんねえな。つまんねえな。さまと俺とは時の桜同じよ。Thank you.
ねえか。え？あんた元木さんね。元木さんに誓いないね。2年前元町の電車の車庫でお会いした元木さんため。違う、人違いだ。俺は元木なんか言ってねえよ。違う、違うな、元木じゃねえ。人違いだ、人違いだ、違う、違う、違う、あ、違うな、おい、違う。あんた、なぜ逃げる。師匠、釜かけやがったな。やっと会えたね、2年ぶりだな。俺たちの組織を甘く見るな。5年かかろうが、10年かかろうが、人見つけ出してみせるね。いらっしゃい。おやさん、さっきここに。忘れ物でしょ。はい。お客さん、元木さん、運河に落ちないように面倒見てやってくださいな。いつかもね、酔っ払い落ちて死んだんですよ。どうも。じゃあ、またどうぞ。嘘つくな。本当だ。俺は手伝っただけだ。ボス誰？ボスの名言ったら、あんただけは見逃すね。よし。メガヤだ。元井戸町のモナコ座っていうストリップ小屋だ。戦国に言ってくれ。俺は喋らなかった。だから約束は守ってくれってな。俺は戦国は裏切らなかった。裏切らなかった。裏切らなかった。バカ！戦国はな、お前を殺す。チキショウ、死んだからね。俺は今、死にたかねえ。どもえ元木。言いたくないけど困っちゃうね。元木さんもこんな大荷物残してさ。困ることねえじゃねえか。保護施設にでも個人にでも引き取ってもらえばいいんだよ、うん、あんた、見しないよ。かわいそうじゃないか。じゃあおめえをもらって面倒見るか。そうはいかないよ。私はガキ3人抱えてんだ。ねえ、ともえちゃん、あんたは本当に身寄りはないの？田舎に親戚でもあるんじゃないのかい？本当に一人ぼっちなの？お父ちゃんからだ。
ここまでついてみるんだ。帰りなさい。迷子になるから帰んな。うん。じゃあな、ここで待っててやるから風船もらってきな。うん。開演中は面会査得。梅香屋さんね。あんた誰だ。忘れたかね。2年前お目にかかりました。思い出しましたね、梅香屋さん。しましょう。じゃあ荒らしに来たんかよ。その崖ってな、あきみっていうお姉ちゃんにな、俺が遊園地で待ってるって伝えてくんな。いい子だ。お嬢さん、梅香屋の住まい、どこ。あの子に引きな、梅子の彼女だよ。あけみを見合ったらすぐ見つかるよ。そう、あけみね。誰ぞれ、おい、人もこそも飛んでる。本当に白い人間来た、あたいかい。よう、金龍会のもんだ。小屋にごたごたがあったんだって。え、どいつだ。どこにいるんだ。え、いた。うめえ、何してんだよ。知ったよ。おい、待て、
で札が乗り出したやっぱり目とはついたんだ。引き上げましょう。ごめんなさい。お疲れさん。お疲れ様。あ、あけみさんですね。あの、梅谷さん。あんたも梅ちゃん今いないよ。いたっていないって言うわよ。なんで。今だって妙な野郎が来て大騒ぎしたところなんだから。妙な野郎。誰いずれよ。一人はコウモリを持ってた。梅ちゃん逃げちゃったよ。借金でもあったんじゃないの。話ならつけるぜ。いいのよ。あんた梅子の何さん。あ、大学当時の東大です。梅子が大学でだってよ。学習院の土木家か三浦岬の東大か。おじちゃん、あけみってお姉ちゃんいる。私よ。あ、お姉ちゃん、男の人が遊園地で待ってるって。男の人、どんな。こんな顔の人。あ、そう、梅子だ。今あんたが出たら目がまずいことになる。俺が代わりに行くよ。だって心配しなさんな。必ず連絡してやるよ。きっとよ。あ、おいで。あ、あんた牛乳ならフラウメコンよ。おい、会いに来たな。遊園地はおしまいだよ。分かってる。あんたが梅谷さんか。俺に何の用だい。明美さんから頼まれてきた。なんで本人が来ねえんだい。今小屋から出たら危ねえんじゃねえのか。10時にクラブ埋め込んで待ってるそうだ。それからもう一つことつれがあるんだ。なんだい。元木があんたにすまねえってよ。元木、奴の神明にあったのか。ああ、あれが元木の子だ。じゃねえや。俺もそろそろヤバくなってきたぜ。梅谷さんよ、俺と取引しねえか。なんと。情報の交換だ。俺はあんたの命に関わるネタを持ってる。なんと取り返っこすんだい。あんたが2年前何をやったのか教えてくれ。ちょっと、そいつは言えねえよ。あの子のためにもな。俺よ、前科者の子でな、親父がたった65円盗んだばっかりに、お袋も俺も往生したぜ。俺よ、生まれつきおっちょこちょいでな、すぐ人の尻馬に乗っかっちゃうんだ。途中で降りたくなっても一旦動き出した歯車は止まらねえんだ。だからよ、俺は今度こそてめえで回す歯車で動きてんだ。ほら、あの女がとことん好きだ。あけみは俺の生きがいなんだ。あの女を抱いてるとき、そのときだけが俺は確かなものに思えんだ。あの野郎がどんなに悪態ついても可愛くて可愛くてしょうがねえんだ。あの野郎も俺のような育児なしをたった一つの頼りに生きてんだ。意地なくてしょうがねえ。俺の幸せを壊さないでくれ。何も聞かずに帰ってくれ。もう遅いんじゃないのか。俺がこのまま帰ってもおとなしく引き上げない連中がいるじゃないか。
大丈夫だ。必ず逃げ延びてみせる。あと3日経ったら、3日経ったら明美を連れて旅に出る。お座敷ストリップに転校だ。3日経ったら何が起こるんだ。それを聞いてどうする。何してきた。時の氷を持ってきただけじゃねえのか。おい、何してきた。おい、決めるに積むか。それとも誰かに雇われたのか。おい、そんな助っ人。話はゆっくり聞こうじゃねえか。クラブメイコンまで付き合いな。昼間は小屋でごたごたありましたね。まだいるんですか。電話かけましたよ。いつもね、出たくさ。クラウンの方待ってんだろ。そんなことないですよ。今ちょっと見てきますから。あ、これ俺の友達なんだよ。ここでちょっと待たせてやってよ。おい、どこでいいからいいから、すぐ戻ってくるよ。あら、かわいい子ね。お姉ちゃんとかいらっしゃい。お父ちゃんの方は、私のサービスするわ。ないでしょ。うちはショーの鳥にお出まし願ってんだから。おい、梅ちゃん、明美の部屋から引いといて。まだ玄関だよ。ちっ、かなねな。梅ちゃん、電話だった。え、あ、もしもし。梅川さんね、東堀川の調水場まで来ていただきたい。明美さんと一緒です。10分間お待ちしてます。大丈夫。ここから東堀川の浄水場まで何分だ。そう、車なら7分ってことだろ。母ちゃん、すまないけど、クラブメコンで待ってる友達にな、浄水場に行ったっつって。おう、梅ちゃん、話って何。今さら私と話がしたいならちゃんとご指名に払ってちょうだい。お金さえ払ってくれれば何でもしてあげるわよ。奥さん、気の済むようにしてくれ。気の済むように。あんたが自転車に乗って私の車を走らせて、あんたひっくらしてもいいっていうの。え、やるわよ。え、やるわよ。やって主人と子供が帰ってくるなら、人殺しでも強盗でも何でもやるわよ。殺してやりたいわ。あんたがそんな平気な顔して人二人も殺して死刑にもなんない出てくるなんて。あんたが羨ましいよ。奥さんが亡くしたものと同じだと言えないかもしれない。だから俺だってあの瞬間に俺の全てを吹っ飛ばしたんだ。俺だって被害者かもしれない。あんたと俺の亡くしたものを計りにかけたら同じメモリーが出るかもしれないんだね。どっちが悪いか詰め寄ったって一生堂々巡りだ。
こういうことはどっかで無理してでもピリオド打たなきゃならない。ああ、そう考えてもらえねえだろうか。そうかもしれない。でも私にはもう。よ、梅ちゃんの友達いるかい？ああ、近くの方に行ったわよ。私よ。え？君が？おい、梅はどうしたんだ？ああ、梅ちゃんから頼まれたんだ。東折川の浄水場行くって。浄水場？教えてもらおうか。元木、梅家や、あと誰、何でやった。俺の赤いのか知らねえな。俺は天の弱だよ。人がこうしろって言ったら絶対嫌だって答える男だ。引き下げたって言わねえよ。そう、では冬島さんとあと誰。梅さん、ごめんよ、何言っちゃったんだ。あ、何だったんだよ、プランとプランの仕方だと思う。バカ野郎、本当のことらしいね。野村県の冬島さんため。梅ちゃん、ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ、梅ちゃん。いいんだ、その通りだ。俺の命変えられるのはお前だけだ。女は確かに返してくれるんだ。そんだろうが、俺から聞き出せるのはそれだけだ。先に帰ったら話をつけたらすぐ帰る。梅ちゃん、梅ちゃん、帰れ、帰れと帰れ。Thank you.
メラ、メラ、冬島に狙われてると伝えてくれ。信長家は元町、メラ、明美と旅に出ていったら、あ、ちげねえや。おじいちゃん、帰ってこないの？うん、しょうのない人ね。お家どこ？ないの。ない？どこへ泊まっているの？旅館。そう、寒いでしょう。あそこのお蕎麦屋さんで待とうか。ここ動いちゃいけないって。チキショウ、あと一日だっていうのに。いよいよ明日ね。旅の支度して店で待ってるわ。12時でいいのね。うん、どうだいだ。お役目果たしてるわ。残ったのは冬島だけ。すると冬島の命日は今日よ。冬島さん、お客さんだよ。元木さんだって。どうぞ。開けろ。だってこの人は嘘ついたわけじゃねえんだ。確かに元木だ。名前いいな。元木と前。元木の子供か。あ、これ以上誰も通すんじゃねえぞ。はいはい。あんたが冬島さんか。だったらどうなんだい。梅ヶ谷のことずつを持ってきた。梅ヶ谷の？あんたは狙われてる。用心しな。お前さん、どこまで深入りしてんだよ。飛んだところで深入りしたが、肝心要のところで浅瀬に乗り上げてる。今日は是が非でもあんたから聞き出したいことがあるんだ。おい、元木、梅ヶ谷、そしてあんた、この3人で何をやったんだ。そりゃいいね。言うんなら俺が墓場へ入るときだ。もう墓石は立ってるんだ。お前さんの戒名も刻まれてな。おじちゃん、お客さんらしいよ。冬島さんいますね。いること言いますけどね、今日は留守だよ。どこ行きました？大阪の巡業ついてきちまったんだよ。おい、どこ行くんだよ。おい、おい、おい、逃げるんだ。
急いで。教えてくれ。あんたらさんに昔何をやったのか。なんで梅ヶ谷、この子の父親が殺され。じっとの間、ここで我慢したら。話す気にならねえか。見たろ、奴のパンチは殺人パンチだ。俺のこの右手からだってあれ以上のパンチが出たんだ。俺は元ボクサーでな、緑球じゃちょっとうるさかった。4年目、チャンピオンが目の前の時だった。俺は八百長を迫られてな、断って俺は奥さんに死んでもらうというのはこうするんじゃい。この右手の折られたことは俺の栄光に別れをつけるゴングの音だった。英語ってのは麻薬みたいなもんでな、一度知ったらそれなしじゃ生きられねえ。麻薬の切れた俺は落ちる一方だった。そんな時だった。俺が奴らと出会ったな。あの三人と出会ったな。三人？じゃあお前と合わせて四人だったのか。そうだ。もう一人だ。ちまたまの人やろうさ。今府中の刑務所にいるわ。名前は戦国ってんだ。集められた野郎どもはそれぞれ俺同様に飢えた野良犬だったよ。子供の頃空襲で逃げ回ってる時この足やられてな、それ以来ずっと日が当たらねえ。この金網の向こうの人種とは関係ねえところで生きてきたんだ。いくら早がろうたがいてもどこもまともに相手にしてくれねえ。あんた方そうやって両足で大地を踏まえられるのに落ちるとこまで落ちたんだ。考えようによっちゃ俺よりついてねえと言えるかもしれんな。人生なんて偶然と境遇で半分は持っていかれちまう。あとの半分お互いこのままじゃどうってことも起きそうもねえ。どうだ、あとの半分俺にかけねえか。この4人で競争でやっていける話だぜ。金額は3000万、絶対被害届の出ねえ金や。麻薬の売上金だ。取引現場を襲うんだ。お互い落ちるとこまで落ちたんだ。今度は登る番じゃねえのか。いいか、金の分配は2年後。それまでそれぞれの才覚で生き延びるんだ。金は俺が預かる。いいか、こういうことは使う金から足がつくんだ。ほとぼりが冷めるまで2年間じっと我慢するんだ。2年先に楽しいのを取っておくんだ。その代わり俺も2年間は絶対にその金に手がつけられない。どうしてだ。その間俺は無所の中だ。共栄証券の株券詐欺で目下手配中だ。金を隠して自首するよ。連絡場所は府中刑務所。結局金のある場所は戦国しか知らねえ。2年後の明日会う約束なんだ。あんたその戦国をどのぐらい信用してる。信用するもしねえよ。それを楽しみに今日までモグラみたいにじっとしてきたんだ。あの殺し屋には見覚えあるのか。あの時の香港ルートの売人だろ。もう一人殺し屋がいるのを知ってたか。誰だ。俺だ。おめえが何のためにだ。3000万の半金、1500万で
元金メガヤ、そしてあんたを消す条件で雇われたんだ。誰だ。俺は8日前府中の刑務所を出たんだよ。戦国、戦国にやろう。お前どこ行ったんだ。手袋取りに行ってたの。頼む。俺たちにかかって戦国を。冬島、しっかりしろ。早別の俺には煮えの墓場だ。おい、冬。お前さんこそお先にどうぞ。
何考えてんだ。多分あんたと同じことだ。カバンの中の3000万そっくりいただく方法を考えてる。千石、死んだ3人に代わってあんたの命もといいってところだな。金を渡すなら助けてやる。おめえに命がけで惚れてる歌子って女のためだ。あの女のために何で俺が情けをかける。俺がお前に目をつけたのはな、そういうバカ言わねえやつだって。そんならとんだ見込み違いだ。ほら今な、雪吊りの子供のためにバカをやろうと決めたんだよ。力むなよ、おいだ。今更無償の行為とやら振り回して人様のために命を張ろうっていうのかい。いいか、おいだ、口では綺麗なこと言ってもな、みんな自分の利益のためにお互い利用し合って辻褄が取れてる世の中じゃねえのか。万事金、金、金、金だい。信じられるのは金だけだ。金だ、その通りだ。だがな、死んだ三人はとにかくおめえを信じたんだ。奴らおめえを信じたんだよ。奴ら金だけじゃねえ、人間にすがったんだ。おめえの引いてくれたレールの上で分かったことがそれなんだよ。もうケダモンとの付き合いはごめんだぜ。三千万独り占めしようっていうのかい。ねえ、まずな、てめえ一人使いこなせる金かよ。ああ、俺は使ってやる。使ってやるよ。この世の中で一番でっかい買い物をしてやるんだ。何を買うんだ。うん、魂だ。一旦売りに渡した魂を三千万で買い戻すんだ。もう三人殺したんだ。一人増えたってどうってことはねえ。わかったよ、前途が。俺も命は惜しい。お前の好きな綺麗で美しい魂とやろうかいな。だからな、ここまで苦労したんだ。拝ませるぐらいいいだろ。よし、レールを引いてくれたのは貴様だ。運賃は払うぜ。いくらだ。100万だ。よかろう。じゃあいただきしてもらうぜ。お前のため弾一発残しといたんだ。無所で死ぬのが伸びつないだい。いいか、おいだ、とにかく人間は何かに振り回されるようにできてるんだ。お前は魂に振り回され、俺は金に振り回されてる。あいこじゃねえのか。あばよ。何もされてないか。おじちゃん、早く迎えに来て。よし、すぐ行く。待ってな。金通した。金は手に入れた。ここに持っている。必ず渡す。その子に指一本触れるな。約束する。落ち合う場所は
帝国ホテルの前だ。すごい。時間急ぐ。12時までだぞ。その車ぶつけてドラウンだよ、こら。お、なんとか言おう、なんとか、こら。あとで。あとで。あとでなんだ、あとでだ、こら。話聞いたら、こまえ来いよ、こまえ。おい。おい、おい、こまえ来いよ、こら。あとで。おい、どうしたんだ。どうしたの、どうしたの、ないよ、こら。やろ、ここだめたら、スピードはしなって、やろ。いい、抜けちゃおう。日本人じゃないね。パスポートは。身分証明書は。パスポートは。おめえ、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 おじちゃんの言うことをよく聞くんだぞ。いつかキャバレーで会ったおばちゃんな。ほら、このマフラーくれた人だ。覚えてるだろ。これ持ってな。そのおばちゃんのとこ行くんだ。おじちゃんは？ん？おじちゃん、あとからすぐ行くよ。用事が一つだけ残ってんだよ。誰が言うこと聞かなくちゃ。おじちゃんはいつでも巴と一緒だったじゃないか。うん？そうだろ？やだ、そんなの。巴。おい、運転手さん、すまないが、この子を楓町のメコンというキャバレーへ連れてってくれないか。はい、よくですよ。子供一人だ、頼んだぞ。はい、承知しました。さあ、ともえ、おとなしくいるんだ。おじちゃんは？うん？やだ、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 や